グズマモバイルワールドコングレスとは、世界最大級の携帯電話関連展示会と、世界中の携帯電話会社、端末製造メーカー、テクノロジープロバイダー、販売会社、コンテンツ会社の有名最高経営責任者が、出席するカンファレンスを複合したイベントである。1987年に、パンヨーロッパデジタルセルラーラジオの営業会議として、始まり、 1990年からは GSM ワールドコングレスと称し2003年に 3GSM ワールドコングレスと改名された 3GSM もしくは 3GSM ワールドとも呼ばれるグズマモバイルワールドコングレスは毎年2月にスペインバルセロナのフィラでバルセロナで開催されている来場者数は主催者発表で5万から6万人2006年までは カンヌで 3GSM ワールドとして開催していた。来場者は世界200カ国以上からやってくる。グズマモバイルワールドコングレス2012は2012年2月27日から3月1日まで開催された。テーマはリーディファイニングモバイル6万7000人以上の来場者が集まった。2011では MWC2011 開催期間に加えて 週末前後に、標準的なターンバイターンナビゲーションをバルセロナなど、スペインで実行する無料のアンドロイド、iOS 対応アプリケーションが作成された。2011年、グズマモバイルワールドキャピタルの開催地をバルセロナに選定し、2018年まで開催すると発表した。2020年は2月24日から27日にかけて開催されるはずであったが、 COVID-19 の流行を受け中止された。ありがとうございます。